ずいぶん前ですけども、あるお父さんが私のところをやってきましてですね、こう言いましたね、先生、あなたの本を何冊も読む暇はないと。だから、うちの子をどうすればよいか、それを一言で言ってくれって言って、まあ、言ったんですね、そのお父さん。今、その後、その浜松市でも、商工会議所の、まあ、かなりの地位まで行かれた方ですけども、そのお父さんが若い時に来て、そう言ったんですね。で、私はその時は思いつきでですね、子供は使えば使うほどよくなるって言ったんです。使えば使うほどよくなりますよって。その通りなんですね。特に3、4歳、5、6歳になりますとね、これ非常に難しくなりますけども、使うってことに対して子供はね、使われるってことに対して抵抗するようになりますから。ですから、まあ、使うとしても3、4歳が勝負ですね。その頃に子供は使って使って使いまくるんですね。で、使うことによって第一に忍耐力が育つんです。よく誤解されますけど、忍耐力っていうのは、我慢する力じゃないんですね。嫌なことをする力のことを忍耐力っていうんです。ですから試しに皆さん、お子さんにですね、台所の生ゴミ、あれを手で始末させてみてください。まあ、届かないようであればですね、風呂場にたまった毛玉でいいです。あれをね、子供にちょっと始末してって言ってみてください。で、それははいと言って、手で始末できるようなお子さんであれば、忍耐力のあるお子さんということになるんです。で、忍耐力がある子供はですね、勉強の面でも学習面でも伸びるんです。というのはもともと勉強にはですね、勉強というのは苦痛が伴うんですね。勉強にはその苦痛を乗り越える力が忍耐力だということなんです。一日中サッカーしてるからうちの子は忍耐力があると思っているお父さんお母さん多いですけども、それは忍耐力じゃないんですね。まあ、要するに子供は使って使えば使えば使うほど忍耐力が育つ。で、もう一つはもちろん社会性が育ちますね。今大学生あたりでも、まあ、問題になってるんですけども、まあ、勉強がよくできる、素晴らしい成績を出した、そして一流大学の一流学部に入った、しかし社会性が全くない子供っていうのも多いわけです。まあ、料理といえば卵焼きできないとか、まあ、あるお母さん行ってみたら部屋の中はごちゃごちゃで、春先だったというんですけども、一日中電気ストーブはつけっぱなしだったと。まあ、生活力のない子供っていうのはそういう様子を示しますね。ですから子供は使って使って使いまくる、郵便局行っても切手を貼らせる、買い物に行っても荷物を持たせる、そういうことを通して子供は忍耐力と社会性を身につけるということです。